ノーベル物理学賞にアメリカプリンストン大学上級研究員の真部淑郎さんが選ばれたことを受け岸田総理大臣が先ほど大変誇らしく思うとコメントしましたノーベル物理学賞受賞されたこと心からお喜びを申し上げたいと思います地球温暖化研究のパイオニアとして高く評価されました人類に 大きな貢献をされたとということで、日本人として大変誇らしく思っておりま,すまた岸田総理は直接、祝意を申し上げたいと思っていると話し真鍋さんとの電話を調整中だと明らかにしました。